アベヨン4、431号機、ポスキアーボ駅アベヨン4、434号機、ポスキアーボ駅、ベルニナ鉄道時代の復元塗装基本形式の、原形式であるブス41から14型、ベルニナ鉄道開業直後の1910年頃の、再式絵ハガキ、レーティッシュ鉄道アベヨン4、431から37型電車は、スイスのレーティッシュ鉄道のベルニナ線の、山岳鉄道用電車である。 1908年から1910年にかけてに、ベルニナ鉄道として開業したレーティッシュ鉄道のベルニナ線は開業当初は DC750V で、その後1935年からは DC1000V で電化されており、旅客列車及び貨物列車は電車による牽引での運転とすることとして導入された機体が原型式 BC4。 1>, 1から14型として1908から9年に14両が製造された本形式で70パーミルの急勾配での運転に対応した山岳鉄道用の電車となっており、車体、機械部分、台車の製造を、シグ、電気部分、手電動機の製造を、アリアースが担当し、抵抗制御による定格出力206キロワット、750、 V もしくは 265kW、1000V、最大牽引力 76.5kN を発揮する協力機で、価格は1両65000スイスフランとなっている。その後、BC41 から14型は、ブス4、41から14型に、形式変更され、1922年には、意味番のため利用者に不評であった13号機が15号機に、 開板されたことにより、ブス 4, 4、41、15型となり、一部の機体は廃車となったものの、最終的には、計7両が制御装置及び、主電動機など電気品の更新により、河川電圧 DC1000V 及び、DC2200V の副電圧対応に、改造してクールはローザ線検用機とされた、アベヨン4、431から34号機と 1000V 用のまま、 電気品を更新したベルニナ戦線専用機のアベ4 4 3 5から37号機となったほか、4両が事業用機に改造されて使用されており、製造500年が経過した現在でもアベ4 4 3 4号機及び事業用機に改造された G4-49923-9924 号機の計算量が使用されている。なお、 本形式は純同形機であるブクフ421から23系、安倍4、430系、ブド4、438型と共に安倍4、4愛型と総称されることもあり、また、副電圧機である安倍4、431から34型と1000ボルト専用の安倍4、435から37型に分けて扱われることも、ある。各機体の経歴は、以下の通り、 BC45 号機、原型は車体に片体が入り、大型のビューゲルを搭載、原冬機のベルニナ峠頂上付近を走行中、1914年、アベ四434号機、1980年代前半、車体更新後、10連装かつ制御化改造前の姿 DC2200V のクールアローザ線で運行されるアベ四432号機、1980年、 平洋軌道のクール市内アベ4-435号機、ブロネーシャンビン博物館鉄道で胴体保存されている姿、車体更新、シングルアーム式パンタグラフ搭載後、1980年代前半までのものの復元塗装、2011年ブス4-4115系の従連が牽引する列車、レプレス駅とポスキアーボコ付近、1927年潤道景機のアベ4、 430号機と編成を組む阿部4、434号機、ベルニナ鉄道時代の復元塗装機、アルプグリュ駅。ありがとうございます。